おはようございます。福岡でいちごあまおうギフトの産直農家竹下博次です。今日は変化し続ける、慣れるです。変化をし続けて、変わったことすると、今までの自分の習慣にないことが始まるわけですから、やめたっていう気持ちが出てきます。4月に客船事業、豪華クルーズ客船の事業を始めて、そして英語の必要性をさらに分かってですね、英検3級突破した後準2級に今挑んでますが、ブツブツ言いながら、英語の文章をブツブツ言いながら走ってるわけですよ。慣れてきました。半年経ってかなり慣れてきましたね。だからこの慣れってやっぱすごいなって、人間って最初はいや無理って思ってることもですね、でもできてる人がいるからきっとできるさっていう、なんでしょう、沖縄言葉で言うなんくるないさっていういい言葉ですね。やってるうちになんとかなるさっていう、ちょっといい加減ですけど、でも自分にそのいい加減ななんとかなるさっていう気持ちで始めて、半年経って慣れてくるんですよね。客船事業もって感動だけだったんで、ノウハウも何もなかったんですよ。けども、こんな風にしてやっていけばいいんだっていうのが一つ一つ分かっていくんですね。半年経つ、思い返せば30代いちごばっかり、 PTA といちごばっかりやってましたね。 PTA 活動といちごばっかりやってました。40代になってアチーブメントさんに出会い、そして倫理法人会さんに出会い、ラーニングエッジさんに出会い、一個ずつ慣れてステージを上げていったんですよ。だから自分よりできる人が言ってる言葉が最初わけわかんなかったのが、だんだん理解できるようになって、今わかるようになったんです。すげえって思います。そう、人は変わっていくんですね。変わることができるんです。何にもなかった30代どん底だったいちご農家が、もう福岡の街中を運転するのも怖かったんです。福岡に行けって言われてもそれを拒んでました。竹下君もっと外を見ろと言われてました、先輩たちに。でも行きたくなかったんです。でも外に出て今行くのが当たり前になりました。人間って変わるんですね。変化し続ける。一つのことができるようになったら次、また次、次できるようになったら自分の後輩やスタッフに伝えて、周りのできる人にそれを伝えて、自分は次のステージ、新しい道に挑む。するとどんどん変化していくので、ただプラスアルファだけだと24時間しか時間がないから、何かをやめていく、習得したら次にバトンを渡してその上に行って、何かを始めるときは何かをやめる、こうやめる選択の方が難しいですよね。そこにある人間関係も少しおろそかになってしまいますから。でもそれは誰を一番優先すべきかと、それはちゃんとした人間関係だったらお互い守るものが家族であり愛する人であるので、それは理解し合いますから、次のステージに挑むっていうことを喜んで送り出してくれるような人間関係、次から次に上のステージに挑みます。変化し続ける、変化、この続けることですね。今日は以上です。